ここはどのような場所ですか？はい、ここはですね、あのそこを見てもらって、マルシェカカシマといって、農産物直売所なんですね。で、今日はちょっとイベントとして、あの焼き鳥のすずめ屋さんが今、あの出店してますです。味噌ピーってどういう商品ですか？はい、さくらさんの、もので味噌床を作ってるんですけど、さくらの山に味噌と大津屋ピーナッツさんの純正のピーナッツバターと、あとさくらの地酒の朝日鶴さんのお酒で味噌床を作って、そこに鶏もも肉を36時間漬け込んでます。はい、ありがとうございます。はい、まあ、ご覧のようにすごく今日は繁盛してますね。ということで、あのここは、まあさくらの六次産業の、まあ取り組みの場所でもあり、こういった、地元業者の方たちが、あの地元の産品を使って販売している場所です。以上です。